小島ワーグナー夫リヒャルトと小島ワーグナーバイロイト祝祭劇場の小島の共造、小島、フランチェスカがエターナワーグナーはリヒャルトワーグナーの2番目の妻。父親はピアニストで作曲家のフランツリスト、母親は後にダニエル・ステルンのペンネームで作家活動を行うマリー・ダグー白爵夫人。両親は10年以上にわたり愛人関係にあり。 その次女として、イタリアのベルダージョで生まれた。ウバに育てられた後に、姉のブランディーヌ・リストと二人で、リストの母親アンナリストに引き取られ、寄宿舎に預けられた。再び、アンナリストの元に戻るが、その後ロシアから呼び寄せられたペテルシプ人を、後見人として、教育を受ける。この頃9年ぶりに父親であるリストと再会している。その後、 ベルリンのビューロー夫人の下で教育を受ける。1857年に指揮者、ハンスフォンビューローと結婚し、二児を産んだが後に別居した。1862年にリヒャルト・ワーグナーと知り合い、次第に惹かれ合うようになった。1865年にはワーグナーとの間に長女イゾルデが誕生した。翌年にはスイスのルチェルン郊外トリプシェンで同性生活を始めている。 1867年に、次女エーファ。1869年には、長男ジークフリートを出産した。1870年に、ビューローと正式に離婚し、ワーグナーと正式に再婚して、この年の彼女の誕生日のために、ワーグナーが作曲したのが、ジークフリートボッカである。この作品は、彼女の誕生日の朝、寝室横の階段で、ワーグナーの友人たちによって初演された。 彼女は1869年からワーグナーが亡くなる1883年まで日記をつけており、これが後に出版されている。夫の死後、1906年まで、バイロイト音楽祭を取り仕切り、作品の再演に尽力した。地位をジークフリートに譲った後も、音楽界に長く影響を残し続けた。かつて、ワーグナーと信仰があったニーチェは次女、この人を未予において、 私が自分と同等の人間であると認めている唯一の場合が存在する。私はそれを深い感謝の念を込めて告白する。郝島ワーグナー夫人は昼類ないまでに最高の高貴な天性の持ち主である。と称賛している。ありがとうございます。